屋でございます。動画始まった冒頭で本編終わりここから先はなんて言ってますけども、やってるうちにね、なんか面白いことになったんで、これはこれで独立してさせてあげようかななんて、そんな風に思った動画でございます。会心を変えようと思って大失敗の巻でございます。じゃねえよ始まります。トラブル発生でございます。トラブルって言えるのかな。よいしょ、これね、うちではもう販売しているこれです。アルコールランプで、これはこれが上下して、これね、ここにつまみがあるんだけど、で火の大きさが調節できるっていうのが売りなんですよ。でね、なんか芯がもうちょっと上に来てほしいなと思って引っ張ったんです。グイッと、まあまあね、たまにこういうのでこうやってもうちょっと上なんて結局なんて引っ張るんだけど、引っ張ったらですね、シュポーンと抜けました。ダメじゃーんって思ったんだけど、まあまあそんなこともあるし、これこんな短かったけどもっと長かった気がするんだよね。少しずつこれだからアルコール全部使い切っちゃって短くなってたのかなとも思うんだけど、抜けちゃったはいいけどこれ結構きついから入んのかなと思って、普通にやったら入んねえよな、どうやって入れるんだろうこれ。でまあ新しいのはあるんで、でもそれもちょっと尺じゃない、糸で引っ張るかね。で替え芯っていうのが売ってるんだよね。でもこれこの芯の太さまで引っ張ってきゃ細くなんのかな。これは普通の一般のアルコールランプ用のやつで、これより随分太いんだけど長さはいくらも変わんねえんだよな。これが入る？いや入りそうもねえよな、この太さじゃ。こんな感じにこれですもんね。ということで、いずれね、これ買われてる人がうちもいるんで、同じ目にあったら、ということで私は今なんとかやってみようと思ってますけどね、こういう初めてのケースですけど、ぐぐっと細くしてギュギュッと細くして、もうちょっと中の方がいいかな。針と糸は皆さん持ってるでしょう、レザークラフトをやられる方は、ね、でこう糸どうだろう、うまくいくんだろうか。でこれ押し込んでこうって入んなそうだもん。引っ張るならいけると思うけど、でこうギュギュッと細くして、いやーうまくいくかな。あ、無事スポンといきました。こうやってやると通りますよ。うまくいったね、うまくいったよかった。とはいえこれもう短いね、もうちょっと長かったような気がするんだよな。これのが若干長い。これ入るかな、やってみる。まあこれスポット入ることが分かんない、分かったんでやってみよう。でもどう、これ入んなそうな気がする。そもそも最初の取っかかりが入んない気がするので、セロテープでギュギュッと、このケバケバが通らないと思うんだよね。セロテープ細くして、先端をもっと細く
いや無理だろう。いや言っていけねえことねえかな。言っていけねえことないような気がしてきた。どうだろう。何事も思いついたことがあったらやってみるべしっていうのが私の信条でございます。私なんて言ってるけど普段の会話では言わないですよ。ね、一般的に日本国内で売られてるこの会心が使えるんだったらめっけもんじゃん。いやー厳しいかな。あ、行きそうな気がする。一番辛いとこさえ痛い。最近あの手縫いを最近サボってるせいか引っ張る力が弱まっております。この小指にこうここで押さえてギュッていくからここが痛いのよ。補足してよっ。あ、ちょっとずつ入っていってるよ。延々とこんなことやってるとあれなんで一旦切りますわ。はい、やらかしました。見事にやらかしました。元のやつを入れときゃよかったんですよ。まだまだ使えたんですよ。でこれどう頑張ってもこの太いやつは入らなかった。なのでいやもしかしたらやりようはあったかも。今思うとですよ、これあの抜けなくなった指輪を抜くのと同じでさ、固くこうやってぐるぐる糸を巻いてってんで通して糸をだんだんほどいていくっていう方法だったらいけたかも。あー今からでもやる。まあいいや、もうできねえや、今回は諦めます。でもその方法だったらいけたかもしれない。どうあがいても、で僕は何を考えたかっていうと、こいつをさ穴を拡大加工してやろうと思ったんだよね。そんなに肉厚があるわけじゃないんだけど、とりあえずこれこういうふうにね動くんだよね。ここのこうなってるのがこう動くので、これでこいつを上下させるわけで、これを外してで、これ単体にして、これスポンと抜けるんで、単体にして、穴を拡大加工しようと思って、この太い芯が使えるようにやった方がいいんじゃないかと思って、やってみたわけです。はい。したら、ここがバキンと取れました。何やってんだ、俺って感じですけど、はい。もうね、だからこれ、まあ、ここをロー付けすればいいんだろうけどね、使えなくはないんだろうけど、ぼっ壊しました。でも使えるかな。でも使える。でね、まあ在庫を見たら残り1個、あ、1個だけあった、よかったと今胸をなで下ろしているところでございます。でもちょっと未練がましくなんとかなるかなと思ってやってんだけど、よいしょ、ギリギリにしてこうセットして、ここに引っ張り上げるときだけこれが生きてりゃいいんだもんねって勝手に思ってるんだけど、よし、多分ダメでしょうこれよ。あ、これが芯ごと上がってきちゃうのか。下げる、上げる。いやーでも短いなー。さあまあまあなんとかギリ使えそうなんだけど、まあぶっ壊しました。まあこうやってこれはいじんない方がいいよっていう、穴の拡大加工とか考えない方がいいですねっていう一つの教訓が出来上がったわけなんだけど、よいしょ、ね、
新しいの、もう何年使っただろう、これ10年は使ってるな、俺そんな気がする。結構前から使う、10年は使う、7、8年、7、8年は使ってた、これ新しいやつ、ね、どれぐらいあったんだろうって、結構長かったイメージがあるけど、ほらこんなに長かったんだよ。これが結構使ったよね、結構使ったということで、新しいのに乗り換えます。でもこれそんな細いわけじゃないよね、これ長い、これ売ってると思うよ多分、こう細いタイプ。それかさっきやっててこれいじってて思ったんだけど、これさ、まあいい方法かどうかわかんないけど、引っ張ると抜けるんだよね、こうやって、ほらこうやってある程度抜いてって、でこうすれば細くなるじゃん。それで使ってもいいのかな。まあくれぐれも自己責任でお願いいたします。ってことでこれを移し替えましょうね。はい、よいしょ、盛大にこぼれてる、盛大にこぼれてる。これアルコールってさ、皮に垂らすと一発でシミになって取れなくなるんで、アルコールはね、皮のそばに置いてあるんで、扱いは慎重にお願いしますね。ということで部品取り、部品取り、うん、よいしょよいしょ、発注しようね、最後の1個だったのでね、これの改心ももしあったら。でもな、こう結構長いから、いい加減長く使えますよ、いい加減長く使えるんで、まだ考えなくていいのかなって気がしなくもないけどね。でこれこのままつけたらもうすぐついちゃう、焦げちゃうんで、なるべくね、燃料切れは起こさないように使ってあげた方がいいんじゃないかな。あ、そう、燃料全部使い切ったのにまだ火ついてるの結構燃えちゃうじゃん。そうやって少しずつ少しずつ短くなってたんだと僕のは思います。うん、はい、蓋も新しくしましょうね、せっかくなんで、せっかくなんでつけちゃう、点火式。このお皿のところがね、お皿のところがにもここね、圧が逃げてもここにつくんで、ここ最初はボッと火つくかもしれないですけど、点火、お、なんか盛大に燃えてる、盛大に燃えてる、危ない危ない危ない、手に持つもんじゃないね。でもこのお皿の部分っていうのはすぐ消えるんで、ほぼここだけになりましたけど、はい、という感じで、思わずなんかいろいろやってたら慎重することになってしまいましたけど、あっち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 、アルコールランプでございました。たまには失敗もいいでしょ、失敗から学んでくださいませ。じゃあね、バイバイ。いや何よ、今バイバイって言った後なんだけどさ、怪我してんの俺、見てたのよ、ちょっとね、アマゾンを開いてアルコールランプ芯って入れたら、おそらくこれと同じぐらいの細さのがいっぱい売ってた。それに変えれば何の問題もなくまだまだ使えたんだよね。はい、ってな感じでですね、手持ちのやつで何とかしようと思ったのが敗因だね。うん、ちゃんとした適合したものを使いましょうっていう感じで、もしねこれ改心変えたい方あったら、準備しておきたい方があったらね、見て、僕もどれが適合するってちゃんと見てないんだけど、似たような太さのやつがね、あります。アルコールランプだけじゃなくて、なんかなんだろう、
オイルライト違うな、なんか細いやつもいっぱいあったね。あのちゃんと商品説明見てないんだけど、太さどれぐらいとかなんかいろいろ書いてあると思います。僕の持ってるやつは、持ってたやつは一番ぶっといやつだった。あれより細いタイプのだったら入るんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、って言ってもね、あの純正のやつでもいい加減長くは使えますけどね。はい、僕と同じぐらい使って、うん、7、8年は持つとは思いますけど、その先ですね。はい、てな感じで今回の動画、今度こそ本当に終わろうと思います。じゃあね、バイバイ。